いや、一マリニントが、ムンカ、ムンチクル、ムンチクテーないんだ。いや、一マリニントが言ったら、よくはしゅうから調査に、忍者が調な、ラヒニントを検証、ムンカマサンドや、いいんいいやな、そぐらりのやないやない、俺ばいや。カンギーランさん、酒飲みに来たのか？カンギーランさん、うんこはよ。よし。だから高校も行けんわけさ。小卒だよ、小卒。人文ねえらん、ちぶるんねえらん、七五らね。何考えてるかね、これたちは。こんな感じで育てた覚えはないよ。うん、すいません。刑務所を来なさい、刑務所。こんなって寝てるぐらいだったらね。はい。早く来なさい。それを丸しないで起きなさい、早く。もうご飯もあげないからね、私たちは。って感じで育ってきてますんでね。俺が一番早く起きたから、権利を取りました。爆風の一日になると思いますので、大物をまずパッチッと取りたいと思いましょうね。OK、レッツゴー。ハイサイ、ディーサイ、おはようございました。二日目でございます。今日のスタートはここだ、ここ。久米島漁業共同組合。今日もね、第2弾、多摩県船長の船で。どうぞていうか、サーターボーイズ大丈夫かな？力見てないか、本当にね。消息がちょっと分からなくなってるんですね。生存確認行かないといけない。そうだな。今日ね、カーチーベイだよ、カーチーベイ。扇風機の前にいるんじゃないかぐらいの風なんですけどね。この状況の中でどんだけ釣れるかだな。ていうかさ、お前の一家島さんの忍だなんたんどうや。バカ者や。すいません。酒あんだけ飲んでさ。お前なんてお前2時間語ってただろ、お前。これコーラーで聞くの大変だったよ、お前。ハイボールが美味しすぎて。バカ者、お前。失礼極まりないよ。気をつけなさい。気をつけます。ということでね、こちら、ちょっとね、今競りなんか始まるそうで、はい、魚並べてるんで見てみましょうか。はい、久米島の魚はね、あ、すごいね、並んでるね。あ、これすごいよ、これすごいよね。すごいっすね、これね。あ、これ餌か。これ餌です。これ餌です。ごめん、お前は。レッツゴー、レッツゴー。わー、いいねー。まずあっちにドーンって見えてきたね、あれね。あ、これ買ってから、お前。タバクさん、あのダイバー潜らしてやり取りしてるの映して、浮いてきてお前掴んだら暴れてるふりしてないとダメだよ。すごいな、見て。これはキハダマグロか。これ20キロぐらいありますかね。このぐらいで 20.2 キロ。やっぱ20ぐらいになったらこれ違うな。こう取っていってよ、パンちゃん。今日のルール説明いたしましょうね。パンちゃんと俺とユウヤね、グル君をまず確保する。まず10匹ずつ各自釣る。先に10匹釣った方が大物に行けるっていう仕組み で、1位は大物釣り、2位もね、大物狙いで、3位はずっとグル君だよ、お前。予言しような、誰がなるか分かってるよ。はい、誰がなりますか。お前だな。大丈夫です、ビシッと。お前だな。すぐグル君10匹釣ってすぐ大物狙いと思います。こわちからびれ、こわちから。はい、それでは2日目、はい、バシッと大物だね。オッケー、レッツゴー、レッツゴー。はい、ほっ、はい、いいね。すごい風だよ、今日ね。それでは今から MG カップグル君10匹取りなさいですね。はい、行きましょう。よーい、スタート。はい、バシッと餌入れてね。では、バイト目いきます。ユンタクヤシムさん、こわちからびれ。ああ、初ヒット誰が来るか。高橋哲也、よろし。釣れ始めてからの手返しの速さだな、勝敗は。あーい、ええな。来たよ、来たよ。プルプルしてるよ、お前。あー、楽しいよ、これ。はいはいはい、おいでおいで。あらはー、1ポイント。はいはいはい、はいはい、すぐすぐ。おっとおっと、続きません。ずっと来い、ずっと来い、外れない。やったー、おー、グル君ポイントゲット。ぶねー。さあ、1対1対0の攻防でございます。おれれれ、おれれれれ、おれれれれれれ。よーし、外れるなよ。カモンベイビー、 How old are you? じゃーい。うわー、くそー。 MG さん、2ポイントゲット。2ポイントゲット。さあ、ここで1人沈黙を守っている男があります。沈黙を守っている男。パタン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 パ
おおおしかもいいサイズだ。ようやくやりました。あ、いいな、はい、頑張ります。お願いします、神様。カモヒア、やった3ポイントどうなったの、これずらしてるの。ブリ、おい、おー、やばい。2ポイント2ポイントゲットです。2ポイントです。はい、グル君選手権パンちゃんに負けましたね。でね、今潮の流れが出始めて巨大な魚が釣れそうな雰囲気なんで、泳がせ釣りしてみたいと思いましょうね。よし、これだよ、これ。グル君を泳がして重りつけて、そこで泳がしときましょうね。バシッとすごいあたりが来るんじゃないですの。じゃあこりゃヘッド見栄えだな。おお、すげえ。はい、青の目旗でございます。はい、やりました。釣れんな。見てごらん、ずっと喋らんくなってるよ。先を釣れんかったらどうするの。まだ日はあるんで。日はある、日はあるって言ってお前いつの間にか。住民票までこっちに移さんか。はい、釣れてた、釣れてた。手がかりと思ったら釣れてました。はい、帰り道なんですけどね、ガネコタカシの通り道ということで、こちらここからトローリングですね。すげえ。船を走らせたまま、で、ね、これでトローリングしていきましょう。さあ、ということで本日は惨敗でございます。まああと何日かあるんでね。苦しみましょう。もうちょい苦しんでからな。そうですね、楽しみを待って。そうですね。そうだよね。人間プラスプラスでいけないとね。はい、じゃあ一旦宿に戻ってね。はい、作戦会議だね。はい、本日2日目終了いたしました。酒の飲みも終了ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ケンケンさん。ビールちょっと違うよ。大丈夫か？はい。あ、大丈夫です。ね、ね、地元の神様に、ね、神様に会いに行って、はい、しに行こう。神田の神田の神神田よりだよ、本当にね。神田よりしに行きます、うん。この神様から案内してもらっていいですか。はい、うん。行きましょう。みんなでもうちょっとバシッと、うん、音を通して。よし、じゃあまた久米島3日目に向けてカリーバシッ。はい、3日目でございました。ていうか、やばいだろこれ。ケンケンこれ、やばいですね。これカーチーベー本気出してきてますな。ということで皆さん、今回釣りできません。ちょっと日を改めてまた来ましょうかね。そうですね、そうだね、そのほうが、はい、マシッともう 3時間もあればすぐ来れますんでね。そうですね。ちょっと久米島のね、壮大な絶景、太陽がないと映せないんでね。うん、映えないですからね。映えないですからね。よし、じゃあちょっと一時本島に避難して、はい、また過ごきますんでね。じゃあ今回は2泊3日また次で行きましょう、はい。じゃあジャンプしたらもう次行きましょうね。はいはい。ああ、よっしゃー。オッケー。ということで帰ろう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 。